今日は講堂と音楽室の境の煙突ですね。前回撮影していただいた基礎からこう立ち上げて、復元をしていく、煙突を復元していったと思うんですが、それが今屋根の上まで来てます。で、今日最後はアーチ積みをするということなんで、そのシーンをちょっと撮影していただいてます。これが下から、ずっと積み上げていって屋根の上に出てきたところですね。向こう側に校長室の暖炉の煙突がありますが、基本的にはあれよりちょっと小さめの、ものっていうのが痕跡から分かってますんで、あれに倣って少しサイズを変えて、積みます。こう写真もあるんで一応こんな形ですね。この建物一旦土台を傷んでるところを上げたんですね。で、上げる時に小屋組み材というのがレンガの煙突に刺さってて、その支障をするところをレンガを何枚か外して、で持ち上げて、で修理を終えて下ろしたんですね。で、その穴開いたところに今もう一回レンガを戻してるっていう作業をしたところです。ちょうどレンガの目地で、古いやつは砂じっくいって言って白い漆喰と砂混ぜたものですね。それで詰めてあるんですが、今回は今現在ある材料でモルタルを、そのまま見えないところはこのモルタルで積んでます。そっちの方が強度が強いんですね。で、ここは見えないところなので今回改めて詰め直したものはモルタルを使ってました。今余分に塗りつけたモルタル目地をきれいに取ってる作業ですね。昔のレンガ積みも小屋の中の古い部分ですね、見ると砂じっくりただベーッとこう塗りつけて、ほぼそのまんまですね。で、表に出てる部分は一応ちゃんと化粧で仕上げるんで固定で当てて、きれいにはなってる。やっぱり目地仕上げるのも手間がかかるんで、そういうところは中はあまり気にしないっていうのが分かるかと思います。あとついでにこの煙突のその突き出た部分のどっぱらなんですが、ちょっとレンガ表面が白くなってる段があるかと思うんですが、これが処理の前にモルタルを薄塗りして、鉄骨でちょっと補強してあったところなんですね。で、それを取ったところちょうど下、そこの段から 1,2,3 段目の上で綺麗にクラックが入っちゃってます。で、これおそらく地震の時に揺さぶられて入っちゃったものなんですね。で、それを隠すためにモルタルで巻いて鉄の、で補強してたと思うんですが、今回一応見栄えの問題もあって一旦外したんですが、これも最終的には構造補強をしてちょっとこう化粧で仕上げないといけないかなと思ってると思います。今建物の外壁南側ですね、グランド側になりますけども、一旦下張り板っていうのを取って傷んでるところを直したりして今板を戻して、断熱材も入れたんですね。で、その上に下張り板を戻して、でさらに今回その上に、タイベックシートっていう、透湿防水シートってやつですね。室内側の湿気は出すけども外側からの雨は防ぐっていう、特殊なシートになりますが、修理の前当初からこの建物というのは下張り板と下見板の間にアスファルトフェルトっていうのを貼ってました。それも防水のためのシートなんですけども、今回はちょっとそれだけだと完全に中に湿気が入った場合に外に出なくて腐ってしまうんじゃないかっていう恐れがあるので、さらにそのちょっとそのアスファルトフェルトの進化版というか、現代のその防水シートっていうのをちょっと仕様を変えて、貼り込んでるっていうのがこの銀色の、ペーパーになります。なので下張り板、ここ今下地見えてますけども、この上にこの銀色の紙を貼っていくということになります。
でここの場合は、まあ、北海道の建物なので、隙間風防止っていうのも多分にあると思います。あの腰壁に土塗ってありましたけども、まあ、どうしてもあの隙間どうしてもできてしまうとなると、そのアスファルトフェルトを、まあ、張ってたっていうのは暴風の、意味もあるんだろうと思います。でただそれもあのきちっと全てあの張り込まれてたわけではなくて、多分要所要所でどうしても風は漏れてたんだと思います。で、まあ、今回はあの随分丁寧にあのいろんな材料のこう端部なんかがあの凹凸できてますけども、そこまで綺麗に覆って、まあ、とにかく隙間風が来ないようにしています。どうしても木造建築なんで完全な気密性っていうのは保てなくて、まあ、今後も使っていく上では、まあ、これから空調になりますけども、その隙間風があれば効率は落ちます。ですけどもこうやってあの隙間をどんどん追い込んでやれば、なるべくその効率を落とさないようにという、まあ、あの今回工夫いろいろあのしていますということですね。ここはもともと生徒の昇降口だったところなんですが、柱ですね、円柱の足元が腐ってました。でそれを今、改めて腐ってる部分を取って柱の根継ぎをしているところですね。で土台を上げた時の上げ屋さんまで来てもらって、建物をちょっと上げてもらってます。でこれで構造差しをして、さらに石のところに据え直しをからしていきます。今ちょうど正面玄関のとこなんですが、今2階部分の梁ですね、横にこう大きな桁行きの梁あるんですが、まあ、これをちょっと今傷んでるんで、あの少し補修しなきゃいけないって話になってます。でこちらが傷んでるところの断面ですね。雨が入って腐ったところに、梁が入って、腐れてるって状態です。まあ、その状態がちょっとずっと向こうの左の端から続いちゃってるもんですから、まあこれちょっとまた解体しながら分かってきたんですが、ちょっとその痛みが広範囲ということで、ちょっと作戦の練り直しを迫られているところですね。まあそれでも、軸組みに組み込まれちゃってる部材なんで、まともにちょっとこう取り替えるってのは非常に今難しいような感じですね。まあ、この部分がさっき傷んでたというのを取ったところの材料で、その続きがまだずっと奥まで腐ってる状態になります。もともとの原因はその雨漏りというか、ちょうどこう雪が集まってきて、で氷の塊があのベランダのバルコニーの上をこう直撃したっていう時があったみたいで、その腐れからあの破損から水がどんどん入ってって、腐ったとこに虫が多分寄ってきたっていうことだと思います。短冊金物ってやつなんですけど、これが明治の、建設当時からここは使われてました。あの多分 7.5 ミリのプレートなんですが、それを折り曲げて、材料と材料を、この釘で止めてましたね。昔の釘、今のこう鋼材、線材から作ったんじゃなくて、叩き出しの四角いやつですね。頭をちょっとこう丸く作ってます。これが、車寄せの部材になりますね。結構腐ってたものが多かったんですね。で割と大きな材料なんで、今回正面側が全然搬入スペースがないので、裏から、まあ、ここで加工をして、このクレーンで屋根を越して向こうに運び込もうという流れになります。はい、じゃあ行きましょうか。
ら浮いてくるか、うん、ここに乗っかればいい、はい、うん、ね、ずっと上げては逃げ、はいはい、こっち、こっちずらん、ストップ、はい、ここは穴とか測ったこっちへくるっと回してこうだ、お帯の方がパズルになってくから、うん、ここだ、あ、ここでいいんだな、うん、座りこっちだで、うん、座りここだで、うん、ああ、そのままだね、うん、入ってる、うん、入ってる、うん、いいっすね。これ、あの、沈めとるんだこれ。中から取った方がいいの、こっちから。何？はい。あの、そっちから取り入れて、この、あれの、狙えば当たる。うん。今日は、レンガの一番上、煙が出る穴の上を塞ぐ、まあ、アーチの部分ですね、そこを今積んで今日最終工程ですかね。
積みの工程になります。で、まあ、下まで目地は変えてきたんですが、まあ、これまた乾いた後明日あの目地詰めをするようになります。まあ、これからちょうどアーチの帳簿を積んでもらいますね。思わず見ちゃいますよ。だって俺も初めてなんだから。今までね、文化財やったからって別にこれあるわけじゃない。終了。はい。太平洋戦争末期に陸軍がこの学校を接収した時にこの上に望楼、まあ物見櫓を、まあ増築したというものですね。で一応まあ歴史を伝えるものとして残してあったものです。で今回の修理でも一応全体は当初復元なんですけども、そういったまあ歴史的な経緯があるということで、これは残すことになっています。でこれは屋根のルーフィングもちょっと傷んでますけども、この上に鉄板重ねられてました。で今回それまた鉄板を拭き直ししますので、このフェルトもまあちょっとだけ残して、あとはやり直しになります。で外側は黒い鉄板で覆ってますが、まあこれもやはり戦時中でまあ目立たないようにしたのかなという感じですね。このガラスですね。だからまあ山側とこっちの東西側には窓があるんですけど、南側はまあ本当は海を見るんであれば窓ガラスが入っててもいいんですけど、ちょっと入ってないんで海の方はむしろ光が見えないようにしてたのかなっていう感じですね。今日は、左官工事の撮影をちょっとしていただくんですが、今ここで寝てるのが土になります。でこれは、ここの建物であった、腰壁の、風隙間風防止の腰壁の土と、あとは、2階の床ですね、2階の振動が下に行かないように、木組みの間に土塗りをしてました。でその土が解体した土を、半分寝てて、あと新しい土を入れて藁も入れて、もう半年以上ここで寝かせてたっていうところあります。今これ寝かせたシートをめくってるところですね。はい、じゃあめくってください。
今工事がもう半分くらい進んでるんで、これ半分くらい取れてますけど、まあ、ほとんど田んぼの土のような感じですね。で今これ映像では伝わらないですけど、かなりこうのヘドロに近いような匂いはします。うん、じゃあもう土練り入ってください。いいですか。はい、これから、ここで、練った土を、中に運んで塗る作業になります。まあ、使う前はちょっと水で浸して、これをすきで、切り返して練り上げてここに移していきます。まあ、これがちょうど粘土 と、土と、細い繊維が入っていると分かると思うんですが、あれがわらすさですね。わらが入って中でこう発酵して、まあ、少しこう粘り気が出てくると。今めくると空気に触れてなかったところが灰色で出てくると思うんですが、中でずっと発酵してた。まあ、北海道も昔は当然こういう土を練って家の壁とか蔵の土に塗ってたと思うんですけども、これは当然寝かせて施工をして、あと乾燥っていうのが入るので、まあ特に北海道寒い地域っていうのは冬そういうこう壁塗らしちゃうと凍ってしまうので、施工期間が非常に短い間で仕上げなきゃいけない。でだんだんこういうものは、まあ、全国的ですけどちょっと面倒くさいものっていうのは工法はどんどんなくなってるっていうのが実情ですね。だから北海道でこう土練りをして壁を塗るなんていう作業はもうほぼないんじゃないかなと思ってね。まあ、今運んできた土は一旦中に置いた船に流し込んで、でここから小分けをして各塗り場に運んでいくっていう。はい、ここが2階の書道室で使われた部屋なんですが、まあ、見ての通り、この根田という材料の間に、手割りの小刃板っていうのが入ってて、その上に土を塗ることで上の振動が下に行かないようにっていう、まあ、工夫をしてたところなんですね。で今回1階の天井吊り直しとかしなきゃいけなかったんで、一部土をめくって、補修をしていくと。で今こっち側半分施工進んでますが、今茶色湿ったような色っていうのが、今回、塗り直したところですね。でその間に縞みたいになってて、ちょっと乾いた、黄土色の土の部分はありますが、あれが最初の土そのまま残してあります。必要なところだけめくってもう一回これを戻すっていう作業を今しています。でこれ先ほど練った土をこの小刃板の上にずっと塗りつけていく作業をこれからします。まあ、この土塗り自体は壁土とは違って、厚みがそこまで実は気にしなくていいっていう仕様なんですが、それでも厚ければ厚いほど乾きは遅くなるし、あと乾燥してくるとひびも割れてくるので、できるだけ一定の厚みで塗るっていうのが非常に重要になってきます。でこれは1回これを塗って下塗りを塗って、もう1回上塗りで薄く、6ミリくらいですね、別の材料で塗って、まあ、平滑に仕上げていくっていう工程になります。まあ、今で言うとその吸音板だとか防音のための素材っていくらでも出てるんですけど、まあ、当然明治の終わり頃っていうのはそういう素材ないので、あるものでやってた。それがたまたま、まあ土だったということになろうかと。で壁は同じ材料を使って隙間風防止をやっていたし、同じ材料を使って
床は防音材に使っていたということですね。まあ、非常にこう土っていうのは、まあ、便利ちゃ便利な素材っていうのがよくわかります。でこれ同じガーディナーが横浜に外交官の家ってあるんですけども設計をしてます。でそれはやっぱり2階の振動が1階に行かないようにっていうことで響き止めをやってるんですが、そこではもう土は使ってなくて木を削ったカンナくずに石灰水を浸してそれでこう今でいう木防板っていうやつがあるんですけども、それをもう防音材にしていたっていうのが残っていました。なのでまあ土を使って響き止めやるっていうのはまあここがまあ最後なのかなっていう気はしますね。ちょうどこう技術がこう入れ替わる時期のまあ遺産になろうかと思います。さすがにあれでしょ、床に土塗った記憶はないでしょ。床に土塗るのはこの現場初めてだよね、はい、でも多分二度とないと思うここは1階の昇降口なんですが、ちょうどこの建物の壁の腰壁の部分ですね、ここに、隙間風防止の土塗りが、されてました。で今回は、半解体工事ということで構造補強とかあと修理ありましたので一旦それは取り外して、また元の仕様に戻すということをやります。はい、コマが入ってない状況がこうですね。で壁の真ん中にこの小映えが入って土壁を塗ると。で今回の工事では、耐震補強修理もやるんですけども、今後やっぱり学校として使っていかなきゃいけないということで、断熱材を入れてます。グラスですね。で、まあ、本来はこれをやっておけばこの土壁の代わりなのでいらないんですけども、あくまでも文化財の修理ということで仕様もきちんと戻して断熱材を入れると、まあ、結果的に二重の、防寒対策にはなってるんですが、あくまでも当初のやつは復旧します。それに、活用のためのグラスウールを入れますという、ことを、丁寧にやってるということになります。で今、もともとここにあった、まあ、ヨシの下地ですね、河原とかに生えている、草ですけども、それを、編んだもの、マータシっていうここに杉の材料が骨材で入ってて、その周りにもともとはこれミゴ縄っていうんですけども、稲の、方を編んだ、細い縄あります。でそれで、全部これを編んでたんですね。で今これと同じものが実はちょっと手に入らないので代替として白縄を使ってもらってますけども、それでもう一回編み直してここに取り付けるという作業をこれからやります。じゃあお願いします。まあ、通常本州だと竹を使うんですね、この小米っていうのは。だけども、まあ、東北より北側ではこのヨシっていうのがまあ主流ですね。普通はこのヨシを使います。まあ、やっぱりその場で取れるものっていうのが一番こう、まあ、安くて丈夫というかお金をかけないで手に入るものっていうのを使っていくことが多いです。指がこう向こう側に通してそれでこう目安にしてこう編んでいくんですが、その指の感覚というのは一つ目安の感覚に実はなっていくんですね。それよりも狭いと土が入っていかないんですね。じゃあ出来上がった。はい。じゃあ改めてこれ取り付けてもらいます。
本来はこの、縦の、まあ、私横の真渡しっていうのがここの柱とかのくぼみに実は入れてあって、あのギュンとこう押し込んでそれでも終わってたんですね。で今になるともう昔の材料がちょっとこう痩せて縮んじゃって、水分抜けて縮んじゃっててちょっと届かないっていうところで、釘の助けを借りて、あの柱目に釘を打ち付けてそこに紐を結びつけるっていうことで固定を今回はしています。はい、今組み込みですね、はい、釘に出たところの釘に、シュロナーを結びつけていくという。たんだけど今は断熱材を入れる。そうですね、結局これって腰板のところだけしか土壁入ってないんですよ、うん、結局こうはめ板の間の隙間風を防止してたんで、漆喰壁のところは当然それいらないので、うん、これ土壁塗ってないんですよ。で元より土壁自体も厚みがそんなにないので断熱っていう効果はほとんどないんです。だけど隙間風止めてあげるだけでだいぶ北海道の場合は暖房というか防寒対策になるので、でこれはやっぱり最初それ気にして入れてたんですね。で意気込みをこう残してて、いやだから物がね手に入んなくなって断熱材も手に入んないぞって言った時に、さてどうするって言った時にはよしと土を跳ねてやればなんとかなると。これから今コマへ書いてもらった後の、土塗りをやっていきます。材料はさっきの土、床に塗った土と同じ材料ですね。反対側にはみ出て、まあ、止まるという感じですね。まあね、最初は青森の、人たち渡ってきて、まあ、こういう葦使うなんてのも青森とかの文化だと思うんですけど、元町の方行くと蔵がまだありますよね。でこう「とまえ」って言って、せっかく塗り上げた蔵を思いっきり木で囲ってしまうってことをしてるんですよ。要するに雪で傷んじゃうんで。だけどそういう隠れた仕事はいくつか残ってますね。それがまあ本州の仕事が残ってる。でこれは本当の土壁っていうのはこれ一回こっちから塗ってますけど、裏戻しをして初めて下地の壁っていうのは完成するんですね。裏戻しこれこっちから塗ってますけど、うん、反対側はこれがはみ出てこうブニブニブニしてるんで、それを反対側から今度押さえないと壁としては成立しないんですよ。だけどもこれはあくまでも風よけなので、うん、片側からしか塗ってないですし、そもそもどうも外の施工が進んでから中から塗ってるみたいなんで、もう片面しか塗ってなかったんですね、まあ、この周りはもう土台を上げて全部取り替えて やり直してるんで、ちょっと土壁は残ってないですけど、まあ、2階とかには結構その当初の土壁を残してます。歩道もね、ありましたもんね、はい。
ゃあ今日はこの間の続きで、2階の床の、響き止めの土塗りですね。今回は上塗りになります。前回中塗りといって下塗り1回やってますが、その仕上げで上塗りをしてもらいます。この辺り今これからやるところと、この辺り表面ちょっとこうひび割れてて少しこう浅い色になってると思いますが、これが、下塗りが終わったようなところですね。で表面見るとひび割れがちょっと入ってたりします。これどうしても乾燥すると粘り気のある土塗るとひび割れることが多いですが、この状態でまだちょっと仕上がりとしては平らではないので、2回に分けてもう1回ちょっとこう、こした土を塗って仕上げるということになります。これからその工程ですね。で乾いたところを直にすぐ塗ってしまうと水がすぐ吸われてドライアウトっていって、土が固まらない状態になってしまいますので、1回これ、水で湿してあげて、で粗こすりをした上に塗っていく工程になります。この部分は、当初の仕事が残っている部分で、そのまま今回も残します。今回ここの2階の天井、1階の天井がすごく下がってて、でそれは1階の天井の吊り木っていうのが外れて天井下がってたんですけども、それを吊り直しするためにこの2階の部屋の床からそれを吊り直しをしています。そのためにちょっとこう土塗りがちょっと邪魔になったところがあって、そのところはちょっと外したと。でそうじゃないところは昔の仕事を今回残しています。でそこをこう同じように今回塗り継いでるっていう形になります。あくまでも響き止めって言って下にこう振動とかいかないためなんで、今だったら防音材とかいろいろ出てるとは思うんですけど、当時はそういうものないのでこういったもので対処をしていたっていうことになります。はい、ここは坑道になりますけども、修理の前はこの列に間仕切りが立ってて、大きな坑道空間が2つに分かれてたっていうところなんですが、今回はこれ復元するっていうことなので間仕切りを取っていきます。であとこっち側ですね、ここは逆に言うともう一つ美術準備室っていう部屋になってたところなんですが、ここはここに壁があったのを取っ払って、向こう側も実は壁があったんですが、でその向こうは階段室、吹き抜けの階段室だったんですね。でそこを部屋にするために床を張って、ここの壁は取っ払ってここに壁を立ててなんていう改造を昭和10年にしてました。で今回はそれを全部昭和10年の改造部分を全部撤去して、ここは坑道脇の小部屋になって、向こう側は階段室を吹き抜けを復元して、階段を回り階段を復元していくっていう今作業途中になります。この白っぽい材料ですね、これ今回新しく付け加えたというか当初に戻した柱、間柱たちになります。でここの部分ですね、ちょうど向こうが階段室、こっち側が、小部屋になるんですけども、ここの、胴差しですね、これはこの今ここについてますが、もともと修理の前は50センチ下のところですね、ここと同じ
部分に、床レベルを揃えて、部屋の、支える、梁としてありました。で今回はもともとここにあったものだったんでこれを上げてきます。で上げて上は壁になります。で下は今ここ大きくちょっと開いてて薄ベニヤでちょっと僕アーチ型作ってますが、ここが階段の踊り場が来て、ここから円形階段がぐっと上がってくるっていう復元の過程になります。今これからひしぶきのに入る前の準備の段階なんですが、もともとの吹いてあったルーフィングとその上のアスファルトマスチック塗りというのは残してあります。その上に今ちょっと文字見えてますが、マスタールーフィングっていう今手に入る屋根下吹き材としては一番いいものですね。これもアスファルトのシートなんですけども、元をたどればここにもともと吹いてあったアスファルトルーフィングの子孫みたいな材料なんですが、それで今回保護をして、その上に C 型鉄板向きをまた戻していくっていう作業になります。ここの屋根もともとルーフィングで防水してたんですが、ちょっとここの部分ですね、細かいところ、こういったこう、ペディメントのガラリの窓 R になってますけども、ここも水切りのためにルーフィングを入れてます。でこのルーフィング、細かいこう、丸い釘ですね、これをずっと細かく打って、ちょっとこうはみ出したところをずっとこれで止めていって、でこれはこの板の奥に立ち上がってます。なので雨かかっても直接中に入ってこないっていう、その防水を当初からやってます。でその上にずっとこう塗装をかけてきたんで、修理の前こう今一つどういう納めになってるかよく分かってなかったんですが、塗装がちょっと傷んでたんで、それを剥いだら下からこれが出てきたっていうことになります。でこれ今回全然傷んでないので、またちょっとこう浮いたものをきれいにして、塗装を直してまた納めるっていうことをしています。今、屋根の鉄板吹きですね、ひし形鉄板吹きを、施工している状態です。もともとあった、ルーフィングとその上のアスファルトマスチック塗りっていうのがあって、でその上に、鉄板吹きを、2台にわたって、していました。で今回はその鉄板傷んでましたんで一体剥いで、ただルーフィング自体は防水機能まだ持ってましたので、ルーフィング残して、その上に新たにルーフィングをもう一回敷き直して、鉄板吹きを復旧してるっていう状況になります。今ここの部分ですね、円形のギアで、この下は生徒昇降口だったところですね。でここもちょうどこの屋根の、雨というより雪なんですけども、それがここに集まって溜まってしまって、でここからこう下にボタボタ垂れるので、ルーフヒーターを後で入れたりとか、あとは持ってきちゃったんでこの上にまた屋根を二重にかけたりとかっていうふうに、非常にこう雨雪対策が大変だったっていうのが、工事などから分かっています。でこの鼻先なんかもいわゆるこう雪国だと巣盛りっていうのが起こるんですが、雪のこう堰みたいなのができてしまって、中で溶けた水がこうまるでこう勾配を遡るように水が逆流していくっていうか、そういう雨の盛り方をします。そうするとこの鼻先が傷む、で実際ここが傷んで材料が取り替わってるっていう痕跡が残りました。今回はしっかりと下地入れて、もう一回きちっと鉄板拭き直しますんで、そういうことがないということで元の高さに戻してきちっと拭き直しをこれからやっていきます。これは後で反対側も拭き上がってるんで、その状態をまた見てもらいます。今上の方はひし形の鉄板加工したやつですね。それをもう、釣り子といって、鉄板に直接穴開けないように止めるクリップみたいなものをまず先にノジン釘で止めといて、そこにどんどんこう、はめ込んでいくっていう作業になります。
まあ昔はもう屋根さ、あの屋根とかこういうの足場なしで、あの普通に吹いてたと思うんですが、今だともう安全基準非常に厳しくなってますので、こういうこう屋根目足場を組んでそこに命綱を張って、まあやってもらうというのが今の工事のやり方ですね。この釣り子自体でそのハゼっていうところに引っ掛けて、これで板を押さえていきます。で、あの部分は上の板でカバーされるので、雨ざらしになることがないので、雨が屋根にこれで入らないっていうことになります。どうしてもあのこの屋根って、あのこういう、まあ、突出部っていうところがあって、普通のこう長方形の建物と違って、こう谷とかああいうこう田んぼとかってどうしてもこう収めるところがいっぱいあるんですね。で、そこの関わってくるところが決まらないと全体にまだ屋根が吹けないっていうことです。今まああちらで作業されている職人さんもちょうどこの谷があって、そこのしまいのところですね、あのひし形、ひしぶきの場合これ当然90度90角 の四角板を使うんですが、あの部分はその勾配によって形の出方が変わってくるんですね。なのでそこのこう形を合わせながら、加工しながら吹いていかなきゃいけないので、まあ、非常にこう手間がちょっとかかるところなんですね。現場で切ってきた、そうですね、勾配で加工されてきたものを現場で形に合わせて切っていく。で、あそこがいい加減だとあそこから漏れるんですね、その雪とかで水が。なので、あの非常にこうベテランの人が今やってますね。ひしぶきはどうしてもこういう四角い風の屋根ならいいんですけど、円形のところはその端部の納めからすると上にずっとこれすぼまっていく形になるので、ちょっとこう大変な加工になってしまうのと、まあ、甘じわはあまり良くないということなので、ここはまあ、傘型というか一文字吹きっていう仕上げにしています。もともとはルーピングだったっていう話をしたと思うんですが、ここの部分、ペディメントっていって、まあ、三角の飾り屋根ついてるんですが、そこのひさし部分にその当初の、ルーピングが鉄板吹きの下にそのまま残ってました。ここはルーピング、これですね、シート状のルーフィング、麻布にアスファルトを含浸させたもの、それをアスファルト、シートをベースにしたものを敷いて、その上にそれを貼り付けて、やったったものですね。で、それをこうシート状のものを横にずっとこう貼っていって、でここの軒先はこの丸い押さえ釘ですね、これ屋根用のルーフィング用の釘なんですが、それを細かいピッチでずっと止めていって、これはもう結局当時のもの、当時のものですね、はい、でこれはずっとそこのこう横の雨押さえっていう材料の裏に立ち上がってるはずなんですね。これを立ち上げて防水層を作っていた。で、後世、まあ、周りの屋根もこう鉄板吹きをしてくるんですが、ここもまあ雨漏らしてたわけじゃないと思うんですが、衣装的に整えるためにこの上に鉄板が吹いていたと。でその下で、まあ、多少劣化はありますけども、基本的には形を保っていた110年前のルーフィングそのまま残っているところですね。で今回はまたこれも残してこの上に鉄板吹きをもう一回復旧します。正面のこのペディメントの部分なんですが、ここは修理の前はここにスズランの、エンブレムで居合って書いてあった、ものがあったんですが、それはもともとボードがあって、その上に、まあ、ポスターカラーとかそういうもので書いてたものなんですね。でそれは当初のものではなくて、最初はご覧の通りこれ漆喰壁の下地なんですが、ここの三角分は全部漆喰壁だったんですね。でそれがボードの下から、まあ、漆喰壁が書き落とされた状態で貼り付けられたというのが今のそれを取ったのが今の状態になります。
でここ先ほどと一緒でルーフィングひさしのところが上がってきて、これ後ろに立ち上がってて、これで押さえてあると。で、まあ、ここの分については今回一応復元という趣旨なので、一応漆喰壁に戻そうとは考えてます。しますけどね。ただあとはここに居合っていうそのマークは漆喰壁の時にはなかったので、まあ何かここに かけるような方式でそういうものを踏襲するのかどうかっていうのはちょっと考えるところですね。まあこれだから上に2つ金物ついてるんですけど、まあなんかやってたのかなっていう、こうだからそれを根拠にプレート式のものをここにつけるっていうのはありかもしれないですよね。まあただちょっと足場取るまでにはちょっと決めなきゃいけないんでちょっと考えなきゃいけないですね。ここやっぱりルーフィングでこう防水っていうのはかなり意識してて、まあ、下のちょっとした日差しなんかもみんなそれ入れてるんですよ、うんうんうん、で部材自体もそこまで腐ってないんで、うんうん、やっぱり効果はあるんだろうなっていう気がしますね。雨抑え、まあ、そこでいくとそこの端っこですね、反対側の端っこがちょっとやられちゃってたんですね、ちょっとこの辺雨でやられてますね。一段下がりましょう。ちょうど正面のそのペディメントの部分と屋根の取り合いの部分、ちょっとここがまあ脇の下みたいになって入り組んでるんですが、これ昔のルーフィングがちょんとまあ立ち上がってます。でただここは上から来た雪がどうしてもこの辺にちょっと溜まり始めます。であとここもちょっと腐ってますが、ここにちょっと雨どいがかかってたんですね。なのでここで降った雪だんだん下の方にこうずれてくるんですが、ここでちょっとこうせき止めてたような感じがあります。そうするとさっき言ったその巣もりっていうのが非常にここが激しい状態が想像できるんですが、雪が溜まって上からどんどんまた雪も来る。でちょっとこう雪が気温が上がって、雪が溶け始めると下の方で水が溜まりができると。ただそれがまた夜には凍ってっていうのを繰り返していると、非常にここに大きな氷の塊がどうもできたみたいなんですね。でそれがまた上からの雪に押されて、で暖かい日にドカッと落ちて下のバルコニーを直撃して軸部の方にそれから水が入っていったと。で下の方の柱とか全部腐って、この辺りまで全部今取り替えなきゃいけないっていう状況になってます。まあ、結局トイが悪さをしてたっていうから始まって軸部の破損に及んでたっていうところなんですね。で今回は衣装的にも必要なので雨どいは復元するんですけども、もう水は入れないで蓋をしちゃいます。でそうすれば中で詰まって氷で塊になることもないだろうということなので、今回は形だけの雨どいの復旧で、とにかく雪と水は下に流すっていう収まりになります。でここ今亜鉛引き鉄板っていうのが見えてますが、これ当初からここの部分は鉄板張りにしてたところですね。でまあ、特徴的なのは非常に細かいピッチで釘で留めてあるのと、あとはまあ繰り方とか蛇腹とかのところはやっぱりそのままだとつかないので細かい切れ込みを入れてそれで押し付けてるっていうのがよくわかりますね。まあそれでもやっぱり110年前の仕事残ってるんで、まあこの辺は雨はかかるんでしょうけども垂直面なんで水は切れるんでしょうね。まあそこまで大きな錆はないんですね。まあ今回もこれを踏襲して、まあそんなに錆が回ってなければこうまま残せるかなと思います、ね、このまま。ここが正面玄関のとこなんですが、ちょうどこれ上見上げていただけると、ちょうど部分に大きな桁行きの方向の大きな梁があるかと思います。でこれがもともと玄関、ここ大きく開口が開いてて、車寄せの部分とちょっと入った玄関のとこまでが一体の、まあ、吹き放しの空間だったんですね。でこれ奥に石段があって、上がっていくとそこに玄関の扉があって、それで中と外を仕切っていた。で修理の前はこの桁行きの筋に風情室っていうのを設けるためにここに建具を実は奥にあったやつを持ってきておいて、そこを風情室にしてたんですね。
で今回は復元ということなので、それは1回取ります。で取ることによって、後で柱が追加されてたんだ、それを全部取っ払います。でこの梁をで大きくこの5メーターくらいの、間を飛ばすんですけども、ちょっと問題だったのがこの梁ですね。先ほど上がちょっとこう腐っててやられてたって話をしたと思うんですが、その流れでそのこの大きな桁浮き針の端部が腐ってて、でそこに梁が巣を作ってしまってて、で大きく中が空洞になっちゃってました。で今回はその悪い部分、ある程度の長さまで、継ぎ足しで取り替えをしています。ただそこから先の部分がこれいろんな材料噛んじゃってるんで、ああいう継ぎ方がそもそもできない。でこっち側は健全なんだけど、あそこだけがちょっと弱いっていうところ でただこれを取り替えるとなると、上に噛んでる梁だとか柱なんかを軒並み切らなきゃいけなくなってくるので、ちょっとそこは、あんまりやると当初の部材の価値も下がるし、その木組みっていうのは全体で成り立ってるものですから、あんまり切り刻んじゃうと保存にもやっぱり良くないってことなので、今回は一応あそこの本当にもう部材がなくなったところは足しました。でこの残ってる部分については、両側から鉄骨で挟み込んで、でその鉄骨をこうあの柱とあの柱にかませて、で持たせようっていうことにしました。でまだこれはこれからなんですけども、表と裏から今度鉄骨を入れて挟むっていう工事をこれからやっていきます。でこれが先ほど下から見上げてた桁浮きの梁ってやつですね。でこの大きな非常にこう断面を持った部材なんですが、この部分が雨で腐ってたのと、これとはちょっと違う材料なんですが、この材料もこれよりもっとひどい状態になってて、でそこに胸垢終わりっていう、山にいたりしてその枯れた木に巣を作るってアリがいるんですが、それが入り込んでずっとこれを、腐らせてたとか傷めてたんですね。でその傷んだやつがまだちょっとこの奥まで少し残ってます。でそれからするとちょっとこのまま収めるとまだ力が不足するんじゃないかということで、これの正面側と裏から鉄骨で挟み込んで、これを持たそうっていう工事をこれからします。ちなみにこれ正面側もこれ木摺の下地なんですけども、一切そういう白は入ってないってことは、最初からこの鉄板張りだったってことが分かりますね。やっぱりここ漆喰塗っちゃうと、雨に流れちゃうし、でただ一つ疑問なのは、じゃあ下見板張りなんでしなかったのかなってのはちょっとありますね。やっぱり持たせたかった、雨でも傷んじゃうから持たせたかったのかなっていうのと、あと鉄板張りの場合つるんとこう辛い石で仕上がってくるんで、ここだけでもちょっとこうそういった下見板じゃない仕上げにしたのかなって、ちょっといろんな考え方ができる。これ換気口なんですけども、修理の前はこれ半分くらいの、新しいものに取り替えられてたんですね。で今回は、宣教士官のやつに習って鉄の換気口の格子を復元してます。で昔あったやつを取り出すときに、この周りのレンガちょっといじめられてしまってたので、今回ちょっと化粧でこうも修理して最後を終える予定ですね。ここの部分なんですけど、当初もちろんこの上げ下げ窓だけだったところなんですね。でそれが、ここを職員室にした時だと思うんですけども、ここを、出入りができる、扉構えにしてました。でここにちょっとこう跡ありますが、ここにコンクリート製の階段をつけて、ここがこう扉で外に出るようになってたんですね。そこの扉がもともとそこのグランド出入口にあった扉をこっちに持ってきて向こうを塞いだなんていう改造をしてた跡なんですね。で今回はこれ復元になりますんで、また元に戻窓に戻しますんで、腰板を戻して階段を撤去したっていう状態ですね。でこの下張り板なんかも、もともとこれはもう窓の構えなんで、ここは当初が残ってるんですね。ここがなく、もともとあった板が取っ払われて扉になってたんで、ここだけは戻した。窓は作ります。
たりとかして、ですね、まあ、それでいくとここがまず一つ、うん、あの窓だったところが扉になってた、うん、まあ、間隔は変わってないですよね。でこの上のコードの部分が、うん、あの間仕切りの位置がもともとあったやつを取って、うん、部屋を仕切りが変わったので、うん、その変わった部屋の壁の部分を窓を新しく作ったっていう会場です。結局教室は教室なりの感覚があって、上は講堂があるので、講堂は講堂なりの感覚がちょっとあるので、それでちょっとずれてるっていうのはありますね。補修してる、あれこの色が変わってるところ大学者もこれまでできる、あります、うん、持ち上げるからね。
よ。はい、せーの。はい、はいよ。はいよ。大丈夫。ですか。この C 型になってるんですよね。あ、はい、でこれがこのただの一枚の面だとこうねじれやすいので C 型にしてこうねじりにくく、ねじれにくいようにちょっと強くなっています。これ何ミリくらいの厚さなんですか。これ9ミリです。9ミリ、はい、せーの。ちょっと押してきて。はい、かました。はい、せーの、はい、ずーっと上げる、ずーっと上げる、ずーっと上げる、せーの。変わった？変わったね。ちょっと待ってるよ。せーの、オッケー。あと手だけ挟まないよ。今回は車寄せの、大張りになります。で、向こう見てもらうと、木の方が傷んでおりましたの で左の方、新しい木の部分は取り替えてあります。でこれから先も、傷んではいたんですけど、ちょっとどうしても取り替えるまでの、規模ではないということで今回鉄骨の補強をする方法にありました。でこちら外部なんですけど、外部にこの鉄骨を今これからつけます。で内側からも同じ鉄骨で挟み込む、形になります。で現在、まず一番目にこの鉄骨をクレーンで入れまして、ここまでセットしました。そして今向こう見てもらうと、バルコニーの針、これもそうですね、切り終わりまして、でこれから今これを持ち上げてセットしてボルトで取り付けるという作業があります。で外側つけましたら内側からもつけてボルトでお互いで、鉄骨はここに、ここまで、これがここまで来ます。で25センチ、ここですね。ここからここまで鉄骨がつきますと。はい、そんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。梁の、補強の、鉄骨を添えたっていうのを取ってもらったと思うんですが、一応今これ終わった状態ですので、もう一回ちょっとおさらいで説明します。ここ工事の前に封除室っていうのがあって、でその上に実は大きな梁がかかってたんですが、まあ、そこをサポートするように柱が立ってたんですけど、それは昭和10年の改造の時に封除室を作るんで、そこに柱を立ててました。で今回はここはもともとここに建具があって、ここから外は階段の下は外だったということで、一旦この壁は全部取り払います。でなのでここには柱が全くないという状態になるんですね。でこの上に大きな梁がかかっているんですが、
ここから見ると右端の方、新しい材料ちょっとかあの入ってます。でこれは、虫食いがあったところですね。それを傷んだところを、取って、継ぎ木をしてます。継ぎ木をしてるんですが、あのここから左側ですね、古い材料を残してます。継ぎ木をしたところからちょっと1メーターくらいまだ実は虫が入ってたんですね。でそこは一応詰め物はしたんですが、力としてはあの完全にこの断面、あの梁の断面確保できてないということで、まあ、補強をつけた方がいいだろうということになりました。であれやこれは検討して、もちろん下に柱立てればいいんですけど、それ立てると復元の意味がなくなっちゃうんで、今回はその柱はなしということで、上の方補強張りを取り付けるっていうのをあの考えてます。はい、今度は梁の、正面側 の、 あの少し上のところからあの説明をします。で先ほどあの梁の傷んでたところがあって、でそれをあの少し継ぎ木で変えましたよっていうのがここの部分になりますね。でここから先の方があのちょっと傷んだところがあって、当初材の梁が残ってるところです。ちょっと手前にこれ梁かかっちゃってるんで分かりにくいんですが、ここですね。でこれが鉄骨の端部になります。でこの鉄骨が表側と裏側でサンドイッチになって、これをボルトで縫うことによってこの梁の力を担保していることになります。で前回まだここの部分あの梁とかかかってなかったと思うんですが、あのここの梁傷んでて、取り替えてます。でこの受け張りも途中まで腐ってたんで、あのここを継いでます。で継いだ上にこの柱もあの腐ってたんで、新しく取り替えたもの、ここに入ってます。結局上の方からまあ、雨が持ったというか、あの元々は樋があって、でそこに向かって多分雪なんですけど、雪があの降った時にだんだんそこに詰まってきて、雨戸に詰まってきて、でそれが冬の時はまあ氷になるわけですね。でその氷の塊が ある時、ここにあのバルコニー、あの車寄せのバルコニーがあって、そこにその氷の塊が落下したそうです。でここを傷めて、ある程度その後補修はしたんですが、補修しきれなくて、ここから水が入ってこの梁が腐ってた。でその腐ってた梁に向かって、今度はあの胸赤オオアリというその、枯れた木をあの巣にするアリなんですけども、そのアリがこの大きな梁に向かって、まあ、巣を作ってたっていうことなんですね。でここはその腐っててアリも巣を作ってたということで、ここは取り替えた。でここから奥に関して言うと、あのまあ1メーターくらいまだちょっと巣は作ってた。でそこから先はあの基本的には当初材が健全な状態に残ってるんですね。であの取り替えられれば一番早かったんですが、あのご覧の通りいろんな柱とかあの他の材料みんな噛んでます。で完全にこれ取り替えようと思うと、この辺をかなりもう解体しなきゃいけなくなるんですね。でそうなると、あの、まあ、ここなんかが代表なんですが、これ柱の足元実はあのそんなに傷んでませんでした。ただこいつをこの状態で取り替えるってなると、やはり少し傷めないとあの抜き差しできないので、ここはあのやむを得ずこういうことをやってます。なのでこの大張りをやろうと思ったら、この柱のところをみんなこれ切らなきゃいけなくなるんですね。でそうなると、まあ、建物全体としてはやっぱりちょっとリスクが大きいということで、あのこの梁については残しながら、梁で鉄骨の梁であの力を担保しようという方針にしたわけですね。あの格好はいいんですけども、雪国では非常に問題になる箇所だったということになります。あ、ちなみにあのここに斜めの筋替え材っていうのが入ってます。でこれが当初の筋替えなんですね。でただあの力の流れとしては、この筋替えを通してあのまっすぐな方向に力が入ってきます。ってなると、先ほど言った継いだところのすぐ先、に実は力がかかっちゃうんですね。そうするとこの、 あの梁自体も、たわんでしまうので、あの今回はこの新しい筋替えを逆に入れて、上の力をこっちの柱に伝えるっていう工夫をしています。そうすることによって、その梁にかかる力をあの軽減してあげると。
なのでもちろん鉄骨をで挟んで力としてはそれで担保されてるんですが、よりこう力を抜いてあげることでリスクを減らす。そうやっぱり高瀬さんは見たら分かるわけですね、力の流れが。で上のそのペディメントで三角のところあるじゃないですか、これこの柱とこの筋交いとかでみんな支えてるんですよ、でただ悪いことに、ね、その6メーター飛んでる梁のところのちょうど接合部の柱より向こう側にかかっちゃってるんで、やっぱりきついんですよね。でこれ実際この針クリープって言って少しやっぱりたわんでます、自重プラスアルファでたわんじゃってるんですよ。で崩れることはないんですけども、かといって虫食いの状態をこう残しつつ直さなきゃいけないんで、ちょっとリスクがあるということで少しでも力を分散させようっていう、そういう考え方ですね。これから、煙突の補強ということで、基本的にはレンガ積みの煙突なんですけども、これだと地震の時に屋根の上で折れるというのが通例の計算でなりますので、鉄筋を4本入れて補強を入れるということになります。で今穴はすでに開いてます。で最初1回そのままやろうとしたんですけども、ちょっとこう薬液が出てしまったので一旦スラリを入れた上で穴をもう1回開けて、で今穴の周りを固めた状態でさらに施工するという段階になります。で穴が開いてますけども、ここに向かってまずスラリを入れて、途中まで入れたところでこの鉄筋棒ですね、これを刺していく。でこれは1本では 4.5 メートル足らないので、途中で継いで 4.5 メートル入れるという作業になります。はい、じゃあお願いします。これからスラリ入れていきます。練ってくれよ。もう1リッターぐらいしかないと。ちょっといい、いいよ、はい、1リッター入れとくよ。最後で終わる。最後、これで最後。ちょっと穴見てもらって。今で何リットルくらい？今で5リッターの6リッターです。6か、計算上は4プラスアルファ。そうですね、まだ入るか、もう逃げてる、落ちてる素振りもないから、ただ単な、若干やっぱり深くもなってるし、穴も2回目削行してるんで、どうしても広がってはいる。ああ広いね、はい。そして使うんですか？一応この中は煙は出せるようにはしてます。でまあ今だともうあんまり火は焚かないよって話になると、この穴の中に鉄管を差し込んでそれで補強しちゃうっていう例も結構あります。でただまあ火やっぱり焚かないと煙突じゃないっていう、こう感じからいくと影響のないところに鉄筋を入れた方が、まあ、一応今後も使えるという。今何が起きているかというとですね、まあ、基本的に穴を開けました。そこに鉄筋を差し込みました。その差し引きの空隙にセメントスラリを充填するという作業になります。でただ相手が古いレンガ積みの煙突なので、目地がちょっと抜けてたりとか、あるいはひび割れとかがあったところにそのスラリが逃げていってるっていう可能性があるんですね。今職人さんが来た来たっていうのは、内側から多分ちょっと漏れが出てると。で、まあ、これに対してはもともとあった空域にスラリで、まあ、が充填されてより強くなっていってるということではあるので、まあ、決して悪いことではないんですね。ただ一方でもともとのレンガが煙突が結構、まあ、そうやってこう空撃だらけだったっていうところからすると、まあ、今おかげで補強がされているという状況にもなる。まあ、ちょうど下の屋根面からあえて立ち上がってるんですけど、今ちょっと足場で見えにくいですが、本体が出ててちょっとくびれがあります。あそこから上の真ん中くらいのところで、おそらく
奥尻地震の時だと思うんですが、その時の影響でちょっと1センチか2センチくらいずれてたところがあります。だから力を食らうとまずそこがいっちゃうんですね。でそれからすると、その今回 4.5 メーターっていう敵に入れますけども、あの上から小屋屋根をあの突き抜けて、2階の天井裏までその鉄筋は入ります。そうするとあの辺りはあの鉄筋で非常にこうあの強固に固定されるということになります。で鉄筋はあの上から1本で刺せればいいんですけど、屋根がやっぱりちょっと支障して1本突きできなかったんですね。それで追技材で今回でジョイント入れてます。これで天板まで来ました。はい。今日の作業は、これから、建物の布基礎はレンガ積みなんですけども、これ内側に一つあります。で、向こうの通り側にも一つあるんですけども、これからまた学校として使っていく上で、電気の配線とかエアコンの冷媒管っていうのを、建物に引き込んで、配線していかなきゃいけないです。で、それを何も考えないでやると、まあこれ今仮設の電気なんですけども、こうやって線が外に出てしまうんですね。で、もともと修理の前もそうやって廊下の天井とかに線が張っているような状態でした。で、そうなるとやっぱり建物の美観上も良くないし、維持管理も後々のことを考えると古くなった時の取り替えとかも非常にやりにくくなるので、今回はこの本館の床下ですね、ここに大きな溝を作って、ここの床下もずっと今これ溝もができています。でここに配管を通して、なるべくそういう配管は隠していこう、でメンテナンスがしやすいようにしようということで工事をします。でここ今回今日手をかけるところなんですが、どうしてもこの布基礎っていうところがその横切るので邪魔をしてしまうと。でこれは文化庁の担当官とも話をして、今後の使い勝手と見た目も考えれば、ちょっとここに穴を開けるのはやむなしだろうということで、今回特別許可をいただいて、ここの一箇所と奥の一箇所、そこに新たに穴を開けましょうということをやります。今これ事前にコンクリートの張り打ったんですけども、ここはちょうどその後追いでちょっと支障するということで、今回ここはコンクリートのやつをまず取って、それからその奥のレンガを取るっていう段取りになります。ここは建物の一番外側にある側にある布基礎の位置になります。でこれここの土台の下に布基礎が積んであって、この手前にもう一つ段があると思うんですが、これ自体はこの布基礎があって、ここ玄関の土間の土になるんですけども、これをこう布基礎がこれコンクリート見えてますが、ここにレンガでずっと積んであります。でこの内側にこのレンガの基礎がもう一つあるんですが、これはこの布基礎にここの、玄関の土間の土の、側圧っていうんですけど、要は土をこう持っていくと向こうに膨れようという力が発生します。でそれがこの布基礎に直接行かないように、ここの部分にもう一つ側圧止めっていうレンガ積みを作って、この土の圧がもろに布基礎に行かないようにしてある部分なんですね。で今回穴を開けなきゃいけないんですけども、当然これも邪魔になってしまうので、ここもちょっと手をかけなきゃいけない、その準備ですね。あ、はい、
これ側圧止めのレンガ積みなんですけども、ここには実はこれ上下逆ですけども、明治7年っていう刻印のレンガが出てきました。でこの建物自体は明治40年の建築なんで、なんで明治7年のレンガがあるのっていう話になるんですけども、あのこれ函館市内でこういった刻印のレンガ、まあ分かりやすいところだと、地下道のところにやっぱり明治 の、 初期のレンガ、函館製造のレンガの展示があると思うんですが、明治の初期に函館でレンガ焼いてました。でその頃のレンガがどうもなんかこう出回ってるところがあって、おそらくこの建物を建てるときにこういったこれ先ほど言ったように布基礎の本体部分と側圧止めっていうのは建物として違う部分なので、そのデッドストックっていうんですかね、その明治の頃に作ったレンガが、まあ、余ってたのかどっかの建物を崩したのか、とにかくこう建物用じゃない用途でどうもあったみたいなんです。それを本体のレンガとは別にこの、まあ、余ってたレンガというか昔のレンガを使ってここに側圧止めを作ってたんではなかろうかということですね。で確かに焼きもちょっとねなんか甘いというか、かなりこれオレンジがきついと思うんです。でこれはやっぱり焼きの温度が低いものだと思うんですね。でこっちになるとまあそこそこ赤くはなってくるんで、まあそれなりの温度で焼いてるのかなっていう印象を受けます。でそうなってくるとやっぱりこっちのレンガの方が弱いってことであると本体には使えないよねっていうことだろうとは思うんですね。ここにはないんですが、函館製造なんていう刻印もあったりしますんで、まあ、函館で焼いてたレンガっていうのは間違いないですね。まあ、この刻印自体は、そこの元町の公園の函館市長ですかね、元の。あそこの建物の脇にレンガ倉庫あるんですけども、そこにも同じような刻印があると思います。そこは、まあ、そのレンガを使って建てたと。結局このレンガ例えばその東京とかに持ってって使ってもらいたいっていう思いもどうもあったようなんですが、いかんせん距離がすごいあるんで運送費が多分かかった。で当然その頃っていうのは向こうの渋沢市やないですけど日本レンガとかでレンガ焼いてますんで、まあ、あっちのレンガが普通は使われるっていうのが普通ですね。で今回はここも取ります。今ここでの部屋の作業は、まあ、左官工事なんですけども、漆喰壁ありますけども、それを一旦落としたところがあります。で今この木摺という面に向かってこのひげ粉って言って麻で作ったまあ、紐状のもの釘とセットになったやつ、これで打ち付けます。でこれを壁に今度土下塗りするときにこういう感じで広げてでこれをずっと広げて塗ったところに向かってこれを伏せ込んでいきます。でそうすることによって壁が補強されて落ちにくくなるということになります。でこれは当初はこの垂直の壁面にはこの建物は使ってありません。天井面に向かってはこれがついていました。でただ今回壁だいぶ今回耐震補強とかで落としましたけども、まあそれ以上にだいぶ下地から壁浮いてるところが多くありました。なのでその補強のために今回これを、新たに付け加えて壁を補強しようということになっています。当時から日本にはもちろん伝統的な工法としてあるんですけど、壁面にはその工法を使ってないんですね。だからそれはまあ節約の面もあったと思うんですけども、天井だけこれはありました。今回はそれを応用して壁面も強くしようということで壁面もこれをやっている。墨付けって言って、まあ、やっぱり均等なピッチで打ち付けたいのでその目安で今墨をつけている作業ですね。まあ、線自体は 6寸ピッチですね。182ミリピッチ でその間隔は、その倍で打っていますね。一段で前で打ってそれを段を違えて目違えてこう打っていくんで、まあ、こういう四角が出来上がってくる。これがそのひげ粉の今もう製品になってるやつですね。まあ製品って言っても工場製品じゃなくてこれを作る専門の人がコツコツ作っていくってやつですね。これがちょうど釘になりますけども、
この頭くるくるっと巻いて同じ長さ、ちょうど一尺30センチの長さになりますね。塗装の剥離ですね、ここワニス塗りなんですけども、後の時代に、傷隠しだとかそういうことで茶色いペンキ上にどんどん塗ってきてます。で今回は、ワニスの仕上げ上にしたいので、上の余分な塗装をこれから取っていきます。今これ剥離剤を塗っているところですね。で今剥離剤を上に塗っていって、少し時間を置いてからそれをどんどんこそいで落としていきます。でこれから研いでいきます。一回すでに先行して塗ってあるみたいなので2回目です。ここ車用製です。今柱立てて、上の防火材、桁張り関係を組み立てて、これから床張りをする段取りの流れになります。修理の場合だいぶ傷んでたんで、今回水平とか垂直なるべく直すようにして、復帰をしているところになります。ここの床なんですが、ちょうどこう弓なりになっているのが分かるかと思います。ちょうどここに雨雪降りますんで、それをこう手すりの間から水をこう流すんですけども、そのためにこの水勾配っていうのを最初から取ってあります。だからちょうどこう太鼓のようにこうなってるんですね。それをこう下の根田組からちゃんとこう計画をして、斜めにしてある、そんな細工がよくわかるかと思います。これが部屋の内側ですね。ちょうど2階の床の下、1階の天井になります。この材料、蛇腹の骨板なんて言いますけども、ここはもともと漆喰塗りの天井だったんですね。で修理の前は、それがもう傷んで、漆喰自体も全部落としてあって、この骨組みだけ残ってて、この上に鉄板張りで、修理がしてありました。今回はこういうのにまた木摺を打っていって、内部と同じなんですが、あのように漆喰天井ですね。このような漆喰天井がずっとここ一連でここまで来ます。これは昔の漆喰が残ってたんですけど、ここから先風除室作った時に、ここから外はその時同時かどうか分かんないんですけど、天井の漆喰はもう切らなきゃいけなかったと。でそこから外側が修理の前はもう鉄板向きになってました、鉄板張りか。で元々はここに建具があるだけで、ここから向こうは外だったわけですよね。でその車寄せの天井、一連の天井が漆喰塗りで回ってたと。でさっき風除室の話があったんですが、修理の前はちょうどこの梁の下にドカンとついてたもんですから、それはそれでその機能は役割を果たしてたんですけど、あそこに1907の数字があって、やっぱりあれは修理終わったら見せたいよねって話があって、そうすると風除室の間仕切り自体を外側にずらすことで、なんとかそれが見せれるんじゃないかということで、工夫して今回設計をしていかなきゃいけないところですね。さっき見てもらった車用製の、上の手すりの材料になります。だいぶ傷んでたんで取り替え多いですけども、新しく火場材で今回、こういって剥いだりしてますけども、修理して使っていきます。ここは、これから階段を、復元するところになります。今ちょうどここの列に間仕切りが復元されて、柱とか間柱が復旧されて、でこれが向こうの階段のちょうど反転コピーになるんですけども、ここの部屋は8段
まっすぐな階段が上がって踊り場になって、ここから円形の階段が、あっちの講堂の入り口に、なるんですけども、あそこに向かって曲がり階段が復元されることになります。上の方は、昔の材料残ってましたんで、残してあります。でそれに向かって下、ちょうど部屋になってたあの時に全部取り払われてたので、その柱とかをみんな今回復旧復元をしたところになります。真ん中階段になって両側が、扉でちょうど出入り口になります。左側はここ扉があって土間に降りて、今あそこ扉ついてますが、あそこにも出入り口があって、グラウンドに出入りするための、扉があったと。向こうは向こうで、スウェート昇降口の、に行く扉があったところになります。それも復元をしていきます。でこのところもあのこれ大きな、張り材がありますが、ここからここまでは当初の材料が残ってますね。でこの上天井があるんですが、ここの部分木摺が、1,2,3,4 段分綺麗なものが入ってますが、この部分がもともとはこの高さだったんですが、上を、部屋として使うときに上の床があったんですが、それがこうぐんと切り下げられてた、40センチくらい下になってたんですね。で今回これをまた上に上げて復元してるんで、この部分が新しい木摺が入っています。ちょうどあそこ踊り場がある、ここも踊り場になるので、あの天井が上がらないと頭がぶつかっちゃう、ここが頭がぶつかっちゃうんで、今回上に上げています。今こっちは画面の右手ですね、南面は、とりあえず、塗装の直しが終わった段階ですね。まあ、白とピンク色で、左側は、修理の前だいぶ、ピンク色一回塗ったやつが白くなっちゃって、まあ、15年くらい経ってたものですから、もっとか見ます。これが色あせるとああいう色になってしまう。まあ、だいたい10年くらいでああいう色になるかなとかですね。まあ、今回浮いた塗装っていうのは剥がして、そのまま残せる塗装っていうのはそのままにしてあるんで、表面どうしても凹凸があります。であとは、前回のその塗装塗り替えの時にもグラインダーみたいな刃物を使ったものは生地にいっぱいちょっと傷が入っちゃってます。まあ、これ自体は保存に大きな影響ないので、板を採用してますし、まあ、削り直すと、まあ、ものすごい手間もかかるのと、まあ、木も傷めてしまうので、まあ、そこまではやってません。なので、この、刃の跡がやっぱり残ってるという状態になりますね。まあ、これも、保存修理ならではという感じかもしれません。あと、今これ、屋根が、かかってるような、かかってないような、中途半端な状態ですが、こういうところにやっぱり雨、あるいは雪が溜まります。で、ここからどうしても水が木に染みていくんですね。そういうところは今回これ全部鉄板で覆ってます。ここもそうですね。全部今回は鉄板で覆ってます。まあ当初も、こういうひさしなんかは、鉄板で覆ってるところありましたけども、まあちょっと十分ではなかったんで、今回は、きちっとこうやって鉄板で。これ壁面に差し込んでるんですか？そうですね。差し込んで立ち上がってるんで、そうそう雨が建物に入ってることはない。今回でしかやっぱりやれない仕事だったんで、しっかりこういう雨、まあ、水回りはしっかり、水が切れるように仕掛けをしていきます。ここはピットの、両端なんですけども、昨日話したようにレンガの布基礎をちょっと抜かなきゃいけないということで、その作業です。あらかじめ、カット入れてもらって塊のまんま今セッティングしてあります。これを手前に引き出して、まあ、これをベッド保存という形にこれからしていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。 OK です。回るかもしれないから気をつけてください。ないんだよ。どっち？あ、大丈夫か。これで、
まだ聞いてる。今でも。あ、乗っかった。乗っかった。乗っかった。よまだはい、ゆっくりゆっくりよ、まだいっぱい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 これで少しずつ大阪大阪、はい、それでこれで私はね、今からいい少しずつコロナの上で麦かいていかないはいああ滑るうちにはい、はい、はい、どの辺どの辺まだもう30センチもだ30センチ、はい、あそろ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 いいよそろそろいいよはい窓はバリがはい、よし、オッケーあ、お疲れ様でしたこう削りに打ち付けてるところになります。墨出しをして、等間隔に打ってます。今ヒゲコを取り付けてたと思うんですが、その時紐がまだダラッとしてると思います。でそれを今こうやって仮に結びつけて短くしてます。これなんでかっていうと、次ここの工程で下塗り生地っくいですね、それを下こすりします。で下こすりしてからこれを今度ヒゲを出して伸ばして伏せるっていう作業をするんで、なので塗る時邪魔にならないようにこうやって今結んであります。生地くいで塗った後にこれでこれを広げて伏せといて、次に今度また中塗りやって中塗り2回くらいやってその上塗りっていう工程になります。ここはもともと修理の前は、美術準備室っていうスペースになってたところですね。でこれ今回これだけ床が上がってます。でそれは、昨日お話したように下に階段が復元されて、まあ、そのままだと頭がぶつかってしまう。で当初はそのためにここを40センチくらい床を上げてたんです。で修理の前はそこを改造をして、ここを部屋として使うためにこの分を、天井を下を下げて、まあそれと同時にこれも下がってて部屋になってたっていう仕掛けになります。で今回は階段復元するのでそれをまた元に戻すってことで、ここが、40センチくらい逆にまた上がってきます。まあこういった形で小上がりってまあ言ったりしますけども、床が半分上がっちゃうわけですね。そうするとまあ部屋としては実は使う言い勝手があまり良くない部分になる。でこれはこの坑道がまあ斜めに、軸線が設定されて鼓型みたいなこう平面になるんですけども、向こう側はまあ階段、こっちも階段、そのこう残ったスペースが部屋になってるっていう、まあデザインとしてはちょっと逆の話になってるんですね。あ、そうですね、これは当初からヒゲコですね。天井はこういうふうにヒゲコをつけてます。やっぱり落ちてくるのを意識して、予防的にこれは埋めてあったり。まあ、この辺はまだヒゲコつけてませんけども、当初はその壁面にはヒゲコなかったわけですね。あ、こっちには、はい、まあ、今回は予防のためにああいったヒゲコを壁面にもつけていきます。まあ、実際やっぱり椅子だとか何とかっていうのは置く場所必要なので、まあ、これじゃ足らないんですけど一応物置きにはなるんです。